こんにちは、ヤンマーアグリジャパンの三平です。ヤンマー密内が本格普及し始めて5年が経ち、全国から喜びのお声をたくさん頂戴しております。苗箱の枚数が半分以下になり、苗の運搬がとても楽になった。お嫁に来て10年経つけど、こんな楽な田植えしたことがなかった。もっと早くからヤンマー密内を始めればよかった。密内のおかげで育苗ハウスが余裕ができ、安心して規模拡大ができるよ。今まで経験のない超集まき育苗なので、徒長や病気が心配だったけど、密内講習会に何度も参加したし、何よりもヤンマー社員が育苗期間中定期的に苗の様子を見に来てくれて大変心強かった。植えた直後は見た目が寂しくて秋の収穫が心配だったが、全く観光ないと変わらず、逆に収量がアップした補助もあった。初めはハラハラドキドキだったけど、案外簡単だった。密内最高と、このように素晴らしい密内が誰でも簡単に取り組めるポイントを、あえて貴重な失敗事例も含めまして、これからお話しさせていただきます。なお、これからお話しする内容は密内育苗の全てではございませんが、密内育苗の成功事例としてお聞きください。よろしくお願いいたします。ヤンマー密内で日本の稲作が変わります。田植え作業が楽になります。ぜひ密内にチャレンジされてはいかがでしょうか。浅植え浅水が田植え時の基本です。密内は植え跡が寂しくて、基準の植え付け本数よりついつい多く植え付けてしまう農家様がいらっしゃいますが、品種ごとの指導植え付け本数をお守りください。1ヶ月くらいは観光内補助と比べますと少し寂しく感じるかもしれませんが、大丈夫です。1ヶ月くらい経つと、どちらが密内でどちらが観光栽培かわからなくなります。植え付け深さはなるべく浅植えで植え付けてください。浅植え浅水が基本です。浮き苗の発生を気にかけるあまり、ついつい深植えにされる方がいます。その後の分欠の妨げになりますので、なるべく浅植えを心がけてください。田植え時の圃場の水位はできるだけ浅水にしてください。密内が活着するまで2、3日水を入れないでください。表面は乾いていても土の中には水分がいっぱいありますので、逆に水分を求めて根がよく張っていきます。浮き苗による結果分がほとんどなくなります。私がこの話をすると、必ずお客様の中で、夜寒くなるから水を張るんだ、霜が降りて苗がダメになってしまうという方がいます。苗は寒さに強く暑さに弱いが基本です。朝圃場に氷が張っている地域でしたらは別ですが、おおむね 2,3 日水を入れなくても苗は枯れません。寒さで枯れるのではありません。苗質が悪くて活着がスムーズに行われず枯れるのです。苗が徒長になり、茎が細く根張りが悪く、風で葉がしおれ、茎が折れ、活着がスムーズにいかず、1週間後再度白かきをして田植えを行ったという方を、密内も観光内の方も関係なく数多く今まで見てまいりました。このようなことを繰り返さないために、低温処理、育苗ローラー、苗上手、アクセル、ブレーキをお勧めしております。除草剤同時散布されても大丈夫です。活着してからゆっくり入水していただければ除草剤の効果は持続しますので大丈夫です。ヤンマーは5年間の密内栽培実績で、お客様の声を密内栽培に柔軟かつ積極的に取り入れてきました。おかげさまで、雑賀もみで 375g の超高密度ハシの密内でも、誰でも簡単に徒長させず根張りの良い、育苗期間も長く取れる密内ができました。全国の皆様、ぜひ密内にチャレンジされてはいかがでしょうか。
育病期間中に不安だったり、わからないことがあったら、ヤンマーのお店に問い合わせください。直進アシスト付きの田植え機で、ミスナイに取り組まれてはいかがでしょうか。直進アシストでオペレーターのお父さんが楽になります。ミスナイで今まで苦労されていた苗運びの手間が減り、お母さんが楽になります。ヤンマーミスナイ直進アシスト田植え機で、家族みんなが笑顔になります。ぜひヤンマーのミスナイをよろしくお願いいたします。